イ。どうもじゃあ篠原です。今回はまあ、たまーにやっとけば十分だよっていう勉強を紹介したいと思います。3つ紹介したいと思います。で、前の動画でですね、毎日やるべきっていう勉強を紹介しました。まあ1日やったぐらいじゃ無理な勉強だと、そんなぐらいじゃ力つかないよと。で、量が多いですね。受験まで、結構やらないといけないものが多い。例えば英単語だったら8000、東大に行くために覚えないといけないとか、あるいはやっとかないと力が落ちる、まあ数学の計算力とかどこにそうなんですけど、ほっとくとすぐに力が落ちちゃうよというのが毎日やるべき勉強だとするならば、たまにでいいのは、まあ1日やりゃ十分と。まあそんなにね、こうガーンと時間を投入してどんどんやらないといけないってわけでもないと。まあでも1日はちょっとやっといた方がいいですよと。月に1回ぐらいはやった方がいいんじゃないですかみたいなのが、まあこういう勉強ですね。まあ1日で十分ですよと。で、量としてもそんなに多くないと。まあ言うならば受験全体に占めるその必要な量ですよね。英単語だったら8000覚えないといけないから毎日やらないとはちょっときついけどみたいな感じで、そんな量はないと。そんなに量はないと。でもやっといた方が一気に伸びるってことですね。まあ、つまり受験戦略上、たまにでいい。もう本当に1ヶ月に1回とか、それぐらいでいいし、そんなにしんどくもないはずなんだけど、でもこれやっとくのとやっとかないのでは全然違うよっていうことが、まあ、今回紹介するたまーにやっとけば、でもまあ絶対やってはほしい。そういう勉強になります。第1がですね、過去問演習です。過去問演習は、これはね、たまにでいいです。もう特に、高3とかだったら、もう毎日のようにある程度やってもらうことになるんですけど、まあ高2とか、まあ高1でも実力のある人だったらできるんですよね、過去問っていうのは。で、これは、高1高2はもうたまにでいいです。もう本当に月に1回とかそれぐらいでいい。なんだったら解かなくてもいい。見るだけでもいいです。ところが、でも見といた方がいいよっていうのが、まあ過去問なんですね。これ何かっていうと、自分が何のためにこの勉強をやってるのか、言ったらまあ例えばこういう鉄壁とかねを覚えさせられてるのか、こういうやっておきたい英語長文とかの英語長文をなぜやらされてるのか、最終これが解けるようになるためだっていう意識を持ってまあ勉強しないと、言ったらこうブレるんですよね、自分の勉強計画っていうのが。で、こういう過去問をたまにでいいからこうちょっと入れておくと、あ、ここが目的だなと、自分のゴールはここなんだなっていうことを確認しながら勉強ができるわけです。なので、過去問演習っていうのは基本的にたまにでいいからやった方がいいというところですね。だから例えばまあ俺の塾、篠原塾だったら自分の生徒の受験戦略を全員作ってるんですね。で、これでやってください、この勉強計画でやってください、これで大丈夫ですっていうのを作るんですよ。で、これっていうのはまあ俺が分かってるから、まあこれでやっていけばこのぐらいの時期に過去問解いてもまあまあある程度対応できるだろうということで、じゃあもう過去問やってみましょうって指示できるんですけど、まあ俺が教えてない場合、まあつまり普通の高校の場合っていうのは、まあ先生の言うこと聞いてくださいと、先生の言うこと聞いてたら3年後取れるようになってるからみたいな、まあ本当かなみたいな、2年後とかにやるってなった時にまあわかんないですよね。そうしたら、解けるのみたいな、大丈夫なのみたいな感じになるわけです。で、まあ言ったら、俺のね、受験戦略がない状態で受験勉強するのであれば、まあ過去問をたまにでいいんでやっといて、あ、今いけるのかな、どうなのかなっていうのを確かめといた方がいいと。で、例えばなんですが、数学だったら、まあある程度の大問、あ、例えば 1A、2B の数学 A で、数学 A の確率場合の数が終わったっていう段階で、まあやれと言われたらできたりとかするんですね。そういう難しい大学の確率の問題も。あるいは、できないとしても、どうできなかったかがわかると。いう感じになって、あ、この解法知らなかったなと、おいおい、これフォーカスゴールドとか載ってなかったぞと、これでも覚える時間をどっかで取らないとなと思いながら勉強数学できるのと、とりあえずがむしゃらにフォーカスゴールド終わらせましたっていうんでは意味が違ってくるわけです。英語とかも同じで、なんか単語帳とか頑張って覚えろ覚えろ覚えろって言われたと、覚えましたでなんですよね。で、ある程度例えば単語とか頑張って覚えたという段階で、過去問やってみたとすると、読めないところはある、知らない単語もある、でも、あ、これ前に比べたらマシになってるぞ、前ここ読めなかったよな俺みたいなのがあると成長してる実感になるんで、じゃあ次の単語、まあ、1000個ぐらいまた暗記しようっていう気にもなるわけです。一方でね、はい、これ小テスト出ますよ頑張ってくださいねって言われても、
やる気出ないじゃないですかっていうことなんですよ。つまり、まあ、この目標というものが見えてて、ここに行くためにこの問題最終解けるようにしないといけないんだと思いながら勉強するためにも、過去問はたまにでいいです。月に1回、まあ、本当に2ヶ月に1回とかそれぐらいでもいいんで、まあこう状況状況を見てちょっとやってみる、ちょっと入れてみる、全部やるってわけじゃなくてちょっとでいい、もう英語だったら1パラグラフでもいいから読んでみるっていうのをやると、まあいいのかなというところですね。2つ目が英検です。で、これはですね、新しい受験制度の中で英語検定を取っておくとものすごく有利になるっていうのが最近の受験制度で、まああるというところですね。で、プラスですね、まあ特に高1とかだと、まあさっき言った通りいきなり過去問ってまあちょっとしんどかったりとかするわけなんですよ。まあできないで終わると、まあそういう場合共通テストとかもやればいいんですが、英検を勉強していくことで、あ、英検、まあ例えば前3級だったと、中学の時に3級は取ったっていう状況で高校1年になって、とりあえず勉強していて、あれ今俺って順2ぐらい受かんのかな、どうなのかなっていうのを英検の問題でやってみるとかっていう風にすると、まあいいかなというところですね。まあまあ受験を有利に進めるという意味でも、そして自分の、まあ、力がついてるのかどうなのかなっていうのをこう確かめる、まあ、小目標ですよね。3年後に過去問解こうじゃなくて、とりあえず1年以内に、英検順に取ろうとかの方が、まあ、目に見える目標としてやりやすいというところで、まあ、英検の対策っていうのをたまにでいい、からやっておきましょうというところです。で、これがなぜまずたまにでいいのかっていうと、過去問を多少やっとけば英検っていうのは、まあどういう問題が出るのかなっていうのが分かるし、まあ語彙力が単純に要求されるやつと長文と英作とリスニングなんですけど、まあこういう感じねと。で、英検ってオーソドックスなんですよ。もう普通の問題が出るんです。言ったら普通に受験勉強をやってればまあまあ解けそうなやつが出るんですよね。なので、まあそういう意味でも英検っていうのはまあちょうどいいのかなと。で、じゃあなんでたまにはやらないといけないのかなんですけど、英検はやっぱり英語検定、全然これまでの受験勉強とは問題の傾向としてはやっぱちょっと特殊なんですよね。出る単語もやっぱり英検が好きな英単語ってあるし、リスニングもまあ早い段階から1回読み1回しか聞いてくれなかったりとか、英作も自由英作が出たりとかすると、つまり定期テストとかの勉強だけずっとやってて英検取れるかっていうと、まあ圧倒的な英語力があれば取れますけど、自由英作の勉強とかそんな普段しないと思うんですよ。そこまで大きくずれた TOEIC とかだともう全然違うんで、ちょっとこれは無理だなってなるんですけど、まあ英検はそこまでずれてないけどでもずれてるんですよね。っていう時に、まあ本当に1ヶ月に1回とか、3週間に1回とか、もうたまーにやっといた方が、その微妙なズレを、あ、そういえばこういうのあったよなと思いながら3週間なんか単語とか覚えて、まあまたやってみると、で、あ、自由英作そうそうあったよなと思いながらまた3週間その自由英作って確かこんなんだったよなっていうのを意識しながら英語のその授業とか聞いてみるとかっていうのができて、で、そういう、まあ言ったらある種片手間の勉強で受験が有利になる資格が取れるんだったら、英検やっといた方がいいんじゃないですかねというところですね。なので、まあ、一応俺の塾ではその英検っていうのは高1高2とかだったら、取るように基本的には指定してます。なんでかっていうと、まあ、こういうねいろんな受験に有利とか、あるいはこういう目標設定上、まあ、やっぱり、その試験がね、3ヶ月後とか半年後あるって思うとやっぱやる気が出るんで、まあ、そういう意味でも英検は一応取っといた方がいいかなという感じですね。その後の就職活動にも使えるしね。3つ目がですね、まあ、まとめノートということで、まあ、今回日本史の教材を持ってますが、これ日本史に限らず、まあ、物理とか、まあ、物理はあんまりないかもしれないですが、科学とか生物とか、あるいはまあ世界史だとか、そういうのでもまとめノートっていうのはたまに作りたくなると思うんですよ。で、これに関しては時間があるのであれば、まあ、あんまり忙しくないうちにやっておいた方がいいかなと思います。で、特にですね、まあ社会とかあるいは科学とかの有機のところとかそうなんですけど、まあごっちゃになるんですよね。で、ごっちゃになって、あ、なんか今全体的にあやふやだなと、全体的になんかもう覚えたような覚えてないような、んー、ちょっとあやふやみたいなのがずっと続くのが一番良くないというところで、まあどっかでよしやるぞと、よしまとめるぞと決めて、そのまとめノートを作る、まあ大体本当にまあ3時間ぐらいですか、それなりに時間かかっちゃうんですけど、よしここでまとめるぞと思って
まとめノートを作ることで、理解を一気に進めるっていうことができるようになります。なので、まあ、これは本当に1日でいい、そんなに、まあ、まあ1日の中でも特に 2、3 時間でいいし、で、まあ、量もね、そんなにこう怪しいところって限られてると思うんで、まあ、その怪しいな、ここどうかな、どうだったっけなみたいなところをまとめるという意味では量もそこそこだと思うんだけど、どっかのタイミングでまとめておくと、あ、そうか、そういうことなのかと一気に理解が進むので、まあ、まとめノートの作成っていうのは俺個人としては、たまにやっとけばいいのかなというふうに思います。だからやべえな、どっかでまとめたいなと思ったら、時間を見つけてやっておく。そんな定期テスト前とかにやるもんじゃないですね。定期テストのまあ3週間4週間前ぐらいに、あ、ちょっとこれまでのとこちょっとまとめとこうみたいな感じでやると。受験勉強も、あ、ちょっと怪しいな、あ、でもな、もし今週あるから来週でいいやとか、あ、まあそんな感じでいいのでやっておくのがいいかなと思います。一応まあ他の動画で言ったんですけど、まとめノートは、ノートがこうあった時に、こっち側ばっかり書いた方がいいです。こっち側ばっかり書いて、こっち側はもう基本的に白紙ですね。何も書かないと。で、例えば問題演習とかして、あ、このまとめノートのここのところに関連事項あるなと思ったら、ここにその関連事項に関する、プラスアルファの知識とか書くみたいな感じで、ノートの片方側を全部開ける。まあこれ篠原流ノート塾っていうんですが、この篠原流ノート塾で勉強した方がいいかなと思います。俺は実際それやって危険物取扱者の講習受かったんで、まあそれがいいかなというところですね。はい、ということで、まあ今回ね、紹介した3つ、まあ例えばですけど、数学検定とかどうなんですかねと。まあ俺数学検定11持ってますけど、数学検定どうなんですかっていうことに関しては、まあ数学検定は受験でそんな有利にもならないので、まあ目標管理って意味ではいいかもしれないですけど、数学検定はちょっとどうかなと思うし、あるいは過去問演習、まあちらっと共通テストの話したんですが、やっぱ共通の問題って言われば、まあ、あんまり面白くないんですよ。で、一方で自分の行きたいと思ってる大学ってやっぱ面白いんですよね。その言ったら、あ、こんなの出るのかと、うわ、こんな傾向からマジかよみたいな、そういう驚きとかがあるので、やっぱりそういう意味では共通テストよりも過去問、二次過去問の方がいいかなと思うし、まあ英検以外の資格もまあ取りたかったら取りゃいいんですけど、まあまあ英検かな、英検が一番役に立つんじゃないですかというふうに思います。で、まあまとめノートに関してもね、まあよく反対派の人がいるんですが、まとめノート作って終わりは意味がないです。作ったからにはその作った内容を頭に入れないといけないんだけど、逆に頭に入れさえすればものすごく効率的な勉強なので、まあ、ぜひやってみてください。はい、ということで前回、毎日やるべき勉強を紹介したんですが、今回はたまにやっとけば OK、 でもたまにはやってねっていう勉強の紹介でした。今回ではこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。